皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日はですね、ちょっと 3DS の、動画をね、録画する環境を手に入れたので、まあ、テスト動画としてとりあえず画質音質チェックするためにね、このねスマッシュブラーズやっていこうと思います。もうちょい上げた方がいいかな、このぐらいの方がいい。この辺もね、後で動画にして見ていこうと思います。さあ、ガチワンをねやっていきます。2000か3000ぐらいちょっとやってね、今回の動画終わりにしようと思いますね。スマブラね、結構僕ゲーム&ウォッチ好きなんですよ。ゲームどっちでこうガチワンワンで戦っていこうと思いますので、よろしくお願いします。そう、 3DS をねこう配信環境はね、ポケモンやりたくてちょっと手に入れてきたんで、ポケモンとあとスマブラとぷよぷよは自分できるんで、あ、なんかいきなりコンクエスト参加中の、じゃあこのね、なんだっけこいつ、ソニック超強いよな。なんかくるくるやられてるだけで割り厳しいんですよね。隙がないというか、あと隙もないから、なかなかソニックはえぐいですよね。ゲモみたいにね、こう動きカクカクしてるキャラクターって割と辛いんですよね。どこを狩ればいいのかよくわかんない。近づきようがないんですよねこいつ。あ、これな、これやってればなんとかなりそう。お、あ、くそ、あー、そう、あれ正面から衝突した後にものスピードでも負けるから、あ、いいね。あ、ちょっと近いな、いいぞ。割とソニックは張りづらい。お、いいぞ、いいね。 あれ意外とあれ隙ありますね。ほい、よし、いいね、いいじゃん、いいじゃん。このねゲームの上スマが結構強いんですよ。ゲーマンドッチは上スマが強いんで、これはぜひ有効に使っていきたいですね。あとこのカメさんが結構強いんで、お、いいね、これ意外と A 連打してれば、あそここれでもキャンセルできんのか。 やっぱダメだな、あのヒュイーンのやつ。あ、やべ、あれだけでもかなりねソニック強いんでね、うまく隙を見つけて勝っていかないと。あれあれあれ、ほんと強いんだよな。その後にこのさらにねこう連打されるんですけど、なかなか回避できないんですよね。これこれ、もう一回ほら来るじゃん。これがなかなかえぐいんですよねソニック。この浮かせる技ゲームもかなり有効なんで、ソニックに使っていきたいんですけど、ほい、危ねえ、今捕まれてたらやばかったな。浮かせるとその落下のところの隙をかなり張りやすくなるので狙っていきたいですね。こうやって、さあ回避して、あれ、いい感じにダメージは取ってますね。ほい、復帰させない、いいよ。なんかちょっとカクカクですね、回線の相性が悪いんですかね。もう3分も使って、結構あれだね、スマブラの動画やるのはいいけど時間があんまり多くは対戦できなそうですね、1本の動画で。なんかアドバイスねいただける人よろしくお願いします、いましたら。あ、やばい、あー危ない、掴まれた方がやだったね。よし、 OK。 あのね、空中から落下してくるやつはかなりちょうどね、地面落っこった後もね、ちょっと隙ができるんで、ソニックは。あそこはぜひね、やってきたら狙っていきたいですよね。さあ、1戦目にね、勝利しました。この前、パズドラと違ってさ、勝負してるとき割と集中しちゃうからさ、あんまり喋れないんですよね、こういうゲームは。あんまり喋れないんですけど、まあ、なんか適当にね、やっていこうかと思います。フレンド戦なども、もしね、やってくれる、こう、リスナーの方がいましたらね、ぜひ、よろしくお願いしたいですね。こういうね、海外の名前の人はね、あんまり入らない方がいいんですよ。入ってもいいんですけど、かなり重い時が多いんで、まあ、今日は動画なんで一回ね、ちょっと抜けさせていただきますね。普通の対戦をちょっと、録画して、どんな感じなのか見たいんで。俺が、そういうあれがあるんですよね。3DS は。しかもほら、Wii U のスマブラが最近出たじゃないですか。
あっちは有線でつなげるからかなり回線もいいんですけど、 3DS は無線LANでしかできないんで、ちょっとその分もねやっぱ重くなる原因なんで、なるべく回線は軽い状態をね維持したいですよね。さあということで2戦目やっていきましょう。うわガノンか、ガノンもね嫌なんだよな。あちょっとやばい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 、ほっあ間違えた。今のね下投げからのねゲームアンドウォッチのジャッジメントっていう技がねかなり刺さるんですよこれ。あ刺さんなかった、この人ちょっと重いな。でガノンドルフみたいな重いキャラクターこれやってれば割と戻ってこれないんですよね、こうやってでこうちょっと浮いたところを攻めていく感じで、よしオッケー。でスマッシュの後はかなりこのダッシュ A が刺さるんで危ねえ、これちょっと狙ってきそうなんでちょっと逃げ気味に。そうでこのゲームアンドウォッチのこの上スマッシュはちょっとだけ無敵判定があるんで、それをうまくこうでかいキャラにも使っていけたら美味しいんですよね。あぶね、あ、ミスった。ダッシュしようと思ったら普通に。あ、やばい、やばい、あ、もう、ちくしょう。最悪なんだけど、今。今のは攻めちゃダメな場面だったね。なんで突っ込んだのか自分でもちょっと疑問ですね、今のは。いいね。さあ、ちょっと、この揚げ物をね、相手にぶつけながら、突き狙ってって、まだ復帰できんな。あ、おっと、相手ミスったね、今の。今の相手、普通に、ウェービーすれば復帰できるタイミングであったんで、多分、操作ミスでしょうね。ということでね、2戦目にも勝利してまいりました。勝ち番1もね、こう、結構やっぱレベルの差もありますよね。強い人は本当に強いし、なんか、もうちょっとあれだなって人も結構いますしね。それだからね、ネットの世界は分からないですね。本当に強い人マジで勝てないから。マジでね、技全然入らないんですよね。スマッシュも最後決まらないし。ああいう人はどうやってスマブラを練習してるのか自分もちょっと聞きたいですよね、ぜひ。街頭インタビューみたいな形でちょっと聞いてみたいですよ、本当に。さあ、じゃあ、テスト動画なんで次で終わりにしようかな、そしたら。なかなか当たらないですね。時間帯が時間帯だからかな。今ちょっと遅いんで結構。通信エラーが発生しました。それは残念ですね。次こそ入れないかな。そう、パックマンね、ここに今パックマンでしたけど、パックマンも結構強いですよね。すごい中二臭い名前だ、なんか。セクションマークみたいなのが、こう、名前の先頭と後ろに。まあ。自分もなんだこのひらがな、ダセーなと思われてる可能性結構あるんで、そこは全然否定しないですけど。あー、なるほどね。パジュニアか。パジュニアもね、なかなか近づけないんですよね。パジュニア結構強いんですよ。結構実は。危ない危ない、あーゲームをこのダッシュで届かなかった時は悲惨なんですよね。ほい、超ジャンプ回避してからの空中横 A ですね。これかなり有効ですね。相手も今、そっか、ジャンプできなくなってましたね。いいね、ダメージ29で倒せたのでか。あ、なるほどね、練習ね、戻ってくる。ジャッジメント、あ、1? ジャッジメント、うわ、9出た、たやちょうど今のとこで、あれですね、ガード張られるのはかなり厳しいですね。OK。からの、それ結構隙あるんだよな、その、突っ込んでくるやつ、弱くはないんだけど、ちょっと隙があるんで。クッパジュニアね、ジャンプ後ろ A かな。あれがかなり強いですね。あと横スマが。それに気をつけていかないと、やられちゃいますね。かなり飛ばしましたね。それも結構ね、溜めてる間かなり隙できるんで、あまり対応しない方がいいと思うんですよね、クッパジュニアの。ほい。この後、ゲモのこのニュートラル A はかなり出が早いですね。気持ちいいですね。危ない、はい、おお、あ、やばいやばいやばい、
危ない。そう、こいつ結構火力あるんで気をつけていかないと、ほんとすぐやられちゃいますね。さあ亀当てていく。あ、ミスった。あ、やばい。あ、俺が当ててたのか。危ない。くそ、なかなかスマッシュが決まらない。はい、バーストできず。あ、今のとこ狙えたんだよな。狙い目。あ、くそ、逮捕ってくるかな。よし、ほい、どうだどうだ。あ、逆。あ、今のとこで亀出すとね、かなりハマるんですけど、うまく出なかったですね。この下のとこでこう亀出すとかなり、あ、やばい、ミスった、危ない。決めらんない、決め技が当たらない、危ない。ほい、ちょっと遠目に狙ってって、オッケー、よっしゃー、やっと決まったか。今ね、割とどうしようかもやったんですけど、突っ込んでみましたね。功を奏しました、それが。まあ今回はね、この辺にしておきます。とりあえずね、画質チェックしたかったんで、まあそんなにね、スマブラ上手くないんですけど、技術云々の話はまあこれからね、勉強していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということでね、今回は、3戦だけやってみました。これからまたね、プレ戦募集しながらいろいろやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ではね、また次回の動画で会いましょう。